とりあえず仮でつけてもらって完成です。あ、アメちゃんおんね。アメちゃんさっきもっとおってんけどね。はい、レオくん、レオくん、あ、くるみちゃんも来た。くるみちゃん、これでトラキチ、あ、ここにもおんね。アメミちゃん、みんなもうここね、今からちょっとここねアレンジしていきます。いろんなね、嬉しいね、完成ですね。まあ、ここまだ外壁塗装するからね、黒、これ結構黒にしてもらおう思ってね、ここの出窓をね。まあ、そんな感じで今猫ちゃんね出てきてます。はい、はい、とりあえず中簡単にセッティング完了ね。バナナベッドも一応置いといてね、これでちょっと楽しんでて、なんか絨毯かなんか引いてもいいからね、下にね、ゴロゴロできるように。なんかちょっと探してきますね。な、下絨毯あった方がいいかな。な、ちょっとおしっこの匂いするかもわからんね。これおしっこしょったから前に。そうあるだけど。あ、そうだったね。いけんね。ボスみたいやね。ね、楽しみやね、これで。ね。これから。まあ、これでここ閉めたりもできるんで。これ古いけど、また買い替え、あ、取れた。取れてしまった。これ使ってないから。取れてしまったね。またちょっと今直します。はい、はい、直った直った。これね、前から使ってないけど今回使えなくなして、まぶしになったらこういうね、これで赤、暗なったらこういうね。はい、こんな感じです。はい、外から見たらこんな感じやけど、まあ暗いから見えんけどね。これちょっとちゃんとなってないね。こんな感じ、ここ寝れるようになってるんやけどね。はい。ね、リオくんがね、ものすごい興味あるみたいです。はい。劇的に仕上がったのがここ。ね、もうキッチン入りました。で、古いの、ちょっとこれ汚いけどね、まあまあこれは仕方ないかな。うん、これ、ね、前のやつ作ってます。それ電気がまだここ、ね、来てもらわなあかんけど、もう水道は出るということで。で、シャワー付きになぜかね、してくれてるんだけど。これ水、あれどうやったかな。あ、こうか。うわ、危ない危ない。水、シャワーやね、これ。こっちやね。ね、水出ます。ね。こんな感じで。ちょっと後で拭かなあかんね。まさか水が出るとは思わんとかね。ちょっとこれ落ちてしまいました。ね、もうここはもう仕上がってる。それで、ここのクロスは、隣やるときにしてもらえるということです。それで、ここも、ね、また、張りに来るということです。ね、キッチンできました。これで、お客さん来たとしたかて、今までやったら、ね、向こうに何回も行って、レオチ君が入ったりもしてたんやけど、それのね、防止ができるかな。うん。ね、ここにキッチンを置くことによって、ね、ここで、ね、いろいろ出したり、ね、あるたり、引いたりできるんで、ね、いいんじゃないかな。はい、以上です。あ、それと2回行きます。はい、ここは一部しかできてませんが、ね、こんな感じで、緑してます。ね、まだ下とかはまだやけど、ね、いい感じじゃないかな。ね、自然の中に猫ちゃんもおるみたいで。な、ミギちゃん緑好きやろ。な、ええんちゃうかな、これ。ね、ごっつい自然みたいな。これを全部ここに全部やっていくんで、まあ、それが出来上がるのが月曜かな。完璧に出来上がるのはここは月曜に出来上がるということです。はい、以上です。